パイウォレットがスマホで使えるようになりました。はい、こんにちは。パイチューバーの八野誠でございます。今日もパイネットワークの情報をお伝えしていきます。4月9日、パイブラウザー with モバイルウォレットというねことで、トップ画面更新されていますけれども、ニコラスさんのね動画と一緒に、はい、たくさんねいろいろ情報が出ています。はい、じゃあね一つずつまた見ていきたいと思いますけれども、まずねこのトップに書いてある英語ですね、こちらを翻訳したものが、はい、こちらになりますね。モバイルウォレットを備えたパイブラウザーと、はい、いうことなんですけれども、モバイルパイウォレットと統合された新しいパイブラウザーベータアプリをリリースします。パイブラウザーはパイアップス開発者およびパイオニア向けのより直接的でオープンなパイユーティリティーズプラットフォームを提供します。モバイルパイウォレットにアクセスするには iOS および Android の公式アプリストアから上のボタンからパイブラウザーアプリをダウンロードしてください。上記をお読みくださいと、はい、いうことでね、パイブラウザーっていうのがリリースされたようなんですけれども、でね、じゃあどうやってこのブラウザーね、アプリとして取り込んでいくのっていうところを、まあ、これからね説明していきますけれども、まずねこちらですね、 Eid More っていうところにこのパイブラウザーに関しての詳細が書いてあるので、こちらをね一緒に見ていきたいと思います。はい、でね、全部英語なので日本語にして解説していきますけれども、パイブラウザーアプリとパイモバイルウォレットの紹介。本日パイネットワークの2つの主要製品であるパイブラウザーとモバイルパイウォレットを一緒に紹介します。パイブラウザーとモバイルパイウォレットにアクセスするには新しいパイをダウンロードしてください。ホーム画面のボタンを使用して iOS アップストアまたは Android プレイストアからブラウザーアプリを入手します。コアチームから公式のパイブラウザーアプリ、カッコストアのリストでパイコミュニティカンパニーとマークされているをダウンロードしていることを確認し、偽のウォレットや詐欺に注意してください。パイブラウザーは開発者がパイアップス4パイオニアーズを簡単に開発テストおよび展開して将来試して使用できるよりオープンで直接的なパイユーティリティーズプラットフォームの作成を目指しています。パイブラウザーは基本的にパイアップスユーティリティーズプラットフォームの新しいインターフェースです。汎用ブラウザーツールとしてはまだ原始的ですが、パイアプリケーションをサポートできる唯一のブラウザーです。これはブラウザーのベータ版でもあり、今後さらに変更や機能が追加される予定です。先週すべてのパイオニアにデスクトップパイウォレットをリリースしました。現在パイブラウザーアプリ内でモバイルバージョンのパイウォレットをリリースしています。したがってデスクトップバージョンでウォレットを作成していない場合はパイブラウザーアプリをダウンロードしてそこでウォレットを作成してください。先週すでにデスクトップでウォレットを作成している場合はパイブラウザーアプリを介して携帯電話でウォレットにアクセスし、指紋またはフェイス ID を介してパスフレーズを携帯電話に安全に保存できるようになりました。パイウォレットはメインネットに向けた斬新的な分散化というパイの戦略における重要なマイルストーンです。これはすべてのパイオニアがテストパイトランザクションを作成することによりウォレットを介してテストネットブロックチェーンと対話できるためです。またパイメインネットについては両方の観点からさらに準備を進めています。括弧1番コミュニティの準備と括弧2番コミュニティがテストネットでトランザクションをテストする際のブロックチェーンとそのスケーラビリティに向けた改善と。パイウォレットとパイブラウザーが一緒にバンドルされているのはなぜですか？ウォレットをパイブラウザーアプリ内に置くことで最終的には将来のパイアプリと従来のビジネスがパイペイメンツを簡単に統合しパイブロックチェーンと対話できるようになります。これにより
パイオニアはシームレスな分散型 Web エクスペリエンスを利用できるようになります。つまり特定のパイアプリウェブサイトにアクセスしたときにパイブロックチェーントランザクションを簡単に実行できます。これはパイユーティリティプラットフォームの大きな進化であり、パイエコシステムの構築に関するコアチームの取り組みです。以下はパイブラウザーのより詳細な紹介です。コアチームはコミュニティのフィードバックに基づいて2つのモバイルアプリ、マイニングアプリとブラウザーアプリを維持するか、将来的に1つに統合するかを決定します。パイブラウザー、パイブラウザーは分散型の世界に Web エクスペリエンスを提供することを目的としています。パイブラウザーは既存の Web ブラウザーなどの Web2.0 アプリケーションをサポートするだけでなく、分散型アプリケーション、ブロックチェーンテクノロジーと統合されたアプリケーションでの閲覧、対話およびトランザクションを可能にし、シームレスでフレンドリーなユーザーエクスペリエンスを実現します。さらにパイブラウザーには選択したパイアプリのディレクトリーと全く新しいクラスのパイドメインをサポートする独自の DNS システムがあります。例えば現在のアプリパイウォレット、パイチャッツ、マイニング、ブレインストームにはブラウザーの URL フィールドにそれぞれウォレットパイ、チャッツパイ、マインパイ、ブレインストームパイと入力することでアクセスできます。将来的にはサードパーティーの開発者によるより多くのパイアプリが選択されてディレクトリに追加され、同様のパイ URL を介してアクセスされるようになります。開発者はパイ以外のドメインを介してアプリの反復を早期に開始することもできます。パイブラウザーは開発者がパイテストネット、パイウォレットおよびパイテックスタックの他の要素と統合するアプリケーションをテストおよびデプロイできるため、よりオープンなパイアップスプラットフォームです。誰でもパイブラウザーで任意のウェブサイトに自由にアクセスできるため、承認プロセスの制限やパイマイニングアプリ内の古いパイユーティリティプラットフォームの制限なしでこれを行うことができます。対照的に以前はパイマイニングアプリ内のパイユーティリティプラットフォームに組み込むにはコアチームがアプリを選択する必要がありました。後でパイプラットフォーム SDK を更新してパイアプリのテストネットおよびテストパイトランザクションと統合し、開発者が自分のドメインからテストネットでパイアプリをテストできるようにします。さらにパイネットワークがより分散化されるにつれて、ブラウザーはネットワークの分散化の進行状況に合わせることができるようになります。最終的にパイオニアはパイディレクトリーにリストされているアプリとリストされていないアプリの両方に URL を介して直接アクセスし、パイコアチームの厳密な監視なしにこれらのアプリが信頼できるかどうかの最終的な決定を下すことができます。このビジョンを通じてディレクトリーの選択プロセスはパイオニアによる商品アプリの開発、展開、テストまたは使用を必ずしも妨げるものではありません。はい、ということでね、パイブラウザーとパイウォレットについてね、いろいろ解説されていましたけれども、ちょっとねカタカナが多くて皆さんね理解できたかな、私もねちょっと理解しがたかったんですけれども、要するにね、パイネットワークに、まあ、ブラウザー機能ね追加しますよと。でそのブラウザー機能を、まあ、パイネットワークと結びつけて、まあ、ブラウザーをね、まあ、ブラウザーっていうと Chrome とかね、皆さんあのインターネットエクスプローラーとか使ってると思うんですけれども、まあ、スマホだったら、ね、サファリですか、 iPhone だったら、まあ、そういう感じで、まあ、ブラウザー使ってるんですけれども、パイネットワークに実装することで、まあ、今後ねパイネットワークに絡んだ、第三者のアプリケーションとかとこう何ですかね、シームレスにつなげるようにねするために、あえてというか、まあブラウザ機能っていうのをまずね作りましたと。でパイネットワーク上のブラウザーとすることで、まあ今後ねいろいろなアプリどんどん増えていった時にこう何ですかね、あの
連携が取りやすいようにね、ブラウザっていうのをまず作りましたというお話と、あとね、パイウォレットですか、はい、パイウォレットの方も、先日リリースされてましたけども、あくまでもね、パソコン上でしか動かないものだったんですけども、今回やっとね、App Store、もしくは Android の、まあ、認証が取れたということでね、スマホ上でも、ウォレットが使えるというお話が書いてあったと思います。はい、そしてね、またトップ画面に戻っていただいて、こちらですね、パイブラウザーっていうボタンができてますので、こちらをタップしてください。はい、そうしますとね、またこういう感じで出ていますので、はい、日本語訳で見ていきますけれども、パイブラウザーをインストールしてサインインします。パイブラウザーはパイコアチームによる別のモバイルアプリであり、将来的にはより多くのパイアプリとユーティリティを通じて、分散型ウェブエクスペリエンスを提供する予定です。下のボタンをタップして、パイブラウザーをダウンロード・インストール・アクセスします。これにより、パイブラウザーアプリ内のアカウントに自動的にサインインします。ここでモバイルパイウォレットを作成したり、他のパイアプリにアクセスしたりできます。チャットとブレインストーミング。自動的にサインインしていない場合は、このボタンをもう一度タップするか、ブラウザーでパイアプリにアクセスして、直接パイアカウントにサインインしてみてください。はい、それではね、実際に、ここですね、サインイン to パイブラウザーということで、ここからインストールするのかな？ちょっとね、やってみたいと思います。はい、で、オープンリンクインアップということなんで、こちらはもうそのままタップすればいい感じですかね。はい、オープンというところをタップします。はい、そうすると、あ、パイブラウザー、これ App Store ですね。私今 iPhone からやってるんですけど、App Store で、はい、入手というところでタップします。はい、ダウンロードが完了したようです。で、パイブラウザーを開くと、うん、はい、こんな感じで、これがチャットで、これがウォレットで、これがブレインストーミングアプリで、マインパイ、マインパイがね、いつものパイネットワークのアプリですかね。はい、ね、そうですね。はい、お、そうすると画面さっきと変わりましたね。リードモアと。そうか、インストールしたからね、ここのボタンがなくなったって感じですかね。はい。はい、そうですね。で、どうやって戻るかっていうと、はい、これで、じゃあですね、早速、ウォレット見ていきましょうかね、ウォレット。お、これですね、ウォレットを作成する。すごいですね、日本語対応してますね。はい、テストネットでのあなたのウォレットに対し、テストネットの蛇口から100テストパイがプレゼントされます。はい。じゃあね、私まだウォレットを作っていないので、ウォレットをね、実際に作成してみたいと思いますけれども。はい。で、こちらですね、こちらのフレーズを、コピーして、きちんとね、保存しといてくださいということかな。ここがまた英語なんですね。ちょっと大変ですね。はい。まずはじゃあコピーして、はい。これをコピーして、例えばですね、テキストとかに貼って、はい、保管しといてくださいということになります。はい。で、私の場合は iPhone なのでね、ここにね、Face ID と書いてありますので、せっかくなのでね、Face ID 使ってやりますか。はい、Face ID の使用を許可しますかと。はい、OK と。はい、そうすると、これが Pi ブロックチェーン上のあなたのユーザー ID ですとね。プライバシー環境設定、ユーザー名で検索可能、推奨。他の人はあなたのユーザー名、誠358を検索して暗号通貨を送金することができます。はい、これでいいですかね。はい。じゃあ問題なければ次へと。Turn on notifications. Do you want to get notifications when you receive test pi? そうですね。テストパイ受け取ったら、なんかね、
アラートが出るようにしますかということで、こちらをね確認でいいと思います。はい、パイブラザーは通知を送信します、よろしいですか。はい、許可します。はい、で、残高、100テストパイですね。はい、で受け取りの場合は、はい、私のねパブリックキーが出るということですね。はい、で送金の場合は、はい、ね、誰かのアドレスをここに入力して、まあ、いくらかということですね。はい、これ、あ、すごいですね。で、このね、今100テストパイありますけれども、これ本当にね、送金、受信、受金っていうんですかね、はい、するためのテスト用で全然価値がなくて、で、あのテストが終われば本当にゼロになるものなので、あのもったいならずに、もうどんどんね、あの皆さんで送金し合ったりしてテストしてくださいね。あの持っててもこれ価値のないものになりますので、で、あの何らかのタイミングで、ね、運営からあのリセットされたり、また100にされたりということがね、何回もできると思うんで、ここに書いてありますね、なんかね、テストパイを使い切ったらテストネットのジャム口から100テストパイをリクエストすることができますと、はい、いうことなので、これは本当にね、評価するためだけに付与されている、数字なので、で、なくなったらね、また、配布してくれるということなので、これは本当にぜひね、皆さんの方で、テストし合ってください。はい。ね。なので、ぜひですね、私のアドレス、これかな?これを皆さんにね、読み取ってもらって、はい、ここに送ってもらえれば、はい、もしくはね、@誠358で、はい、私を探して送金してみてくださいね。で、受け取ったら私もね、お礼じゃないですけれども、ちゃんと受け取りましたよということでね、同じように私も送金してみたいと思いますので、はい。なるほど、こんな感じですね。はい、で履歴が、はい、ね、ここに履歴が現れるです。結構なんかシンプルなウォレットですね。はい、設定、はい、パスフレーズ、はい、これはね絶対にね、他人と共有してはいけませんということでね、これはしっかりね気をつけて、はい、くださいね。はい、こんな感じでね、パイウォレット、いよいよスマホで、はい、使うことができるようになりましたと、はい、いうところですね。はい、そしてあとはチャットはね、いつものチャットですね。はい、これは変わらないですと。で、ブレインストーミアアプリも一緒ですと。これちなみにですね、アプリから立ち上げたらどうなるのかっていうところもね、見ていきたいと思いますけれども。はい、で、アプリの方で、はい、ここにね、出てますね。わかりましたかね、今。はい、ここでメニューを開いていただいて、はい、そうするとね、ここにね、パイブラウザーっていうのができてますね。で、こちらをタップすると、あ、これになっちゃうのか。はい。はい、こんな感じでね、パイブラウザー。はい。パイブラウザーの方から、ウォレットにアクセスすれば、はい、ここでね、送受金ができますよと。で、この場合は、まあ、ここにね、秘密鍵をコピペするか、私はね、Face ID を登録したので、Unlock with Face ID で、はい、ログインすることができますね。はい、こんな感じでね、ログインも簡単にできますので、はい、あ、いいですね。テストパイ。このね、テストパイ、せっかくなんで、皆さんでね、送金、受け取りし合いましょうと、はい、いうことでね、ぜひ探してみてください。送金するときに、あ、でもやっぱアドレスがわからないとダメなんですね。じゃあですね、アドレスを、このね、今見ていただいている動画の概要欄のところに私の、アドレスを書いておきますので、はい、そちらにね、送っていただいたら、ね、返信っていう形で私の方から送り直したいと思いますし、もしくはね、このコメント欄の方にね、皆さん、どんどん、アドレス、テストアドレスなんでね、多分大丈夫だと思うので、
はい、受け取りで、これですね、パブリックキー。これを、はい、皆さんね、コピーして、コメント欄に書いていただければ、ここにね、私もどん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 書いていただいた方には、送金したいと思いますので、ね、ぜひ、パイネットワークのテストパイを、たくさん送金、受け取りし合いましょうと、はい、いうことでね、はい、やっていきたいと思います。パイネットワークまだ始めてない人はですね、ぜひですね、こちらの動画参照していただいて、登録してみてください。登録マニュアルと、あとパイの概要について話しています。このね、画面、スクリーンショット撮っていただいて、この QR コードからアクセスいただくと動画が見れるようになっています。まあ、認証ですね。登録した後ね、電話番号認証しなければいけないんですけれども、そこで認証がうまく通らないというトラブルが結構発生しましたので、そちらのね、対処方法についても動画を撮ってますので、それはね、こちらの動画を参照いただければと思います。で、登録も終わって認証も終わりましたと。じゃあね、2日目以降何をやればいいのと、ね、2日目以降どういうことが起こるんですかということをまとめた動画がこちらになりますので、ぜひね、こちらの動画、登録した人はね、必ず見ていただいた方がいいと思います。結構ね、やることありますので、特に4日目ですね、4日目にやることがありますので、ぜひ見てください。4日目と5日目、ね、ここがかなり重要なので、また別のね、動画を撮ってますので、4日目と5日目はね、絶対見ていただきたいなと思います。6日目はまあ、見ても見なくてもっていう感じなんですけども、ね、こちらの動画も、はい、ぜひね、参考に見てください。ね、動画の URL、このね、今ご覧いただいている動画の下に、ね、概要欄のところに URL を貼っておきますので、そちらからアクセスしていただければと思います。ということでね、今日の動画役に立ったよということはですね、ぜひグッドボタン、いいねボタンを押していただけると嬉しいです。はい、またね、パイネットワークに関してのいろいろな情報、知っておいた方がいい情報とか、そういったことを動画で、はい、報告していきますので、引き続きね、このチャンネルチェックしていただけたらと思います。はい、それではハッピーパイデイ。そして時は金なり。時間を暗号通貨に変えるアプリ、タイムストープです。1日1回出席確認のワンタップでタウという暗号通貨をマイニングできます。こちらのサムネイルの動画で登録方法や概要について解説していますので、参照して登録していただければと思います。この動画をスクリーンショットを撮っていただいて、 QR コードを読み取ると解説動画が見れるようになっています。概要欄の方にも URL や関連の動画を掲載してますので、合わせて参照してみてください。そして3大無料マイニングアプリの一つ、 B ネットワークです。1日1回電源マークをタップするだけで B という暗号通貨をマイニングできます。こちらのサムネイルの動画で登録方法や概要について解説していますので、参照して登録していただければと思います。この画面をスクリーンショットしていただいて、 QR コードを読み取ると解説動画が見れるようになっています。概要欄の方にも URL や関連の動画を掲載していますので、合わせて参照してみてください。